こんにちは。今日はですね、いつもはこういろんな材料をこう使うんですけども、今日は同じような材料というか、種類的にはもう2種類といっても2パターンですね。2パターンの材料で家計の変化をやっていきたいなと思うので、あと後半は、今年も竹中心にして、いけようかなと思ってます。今回は直弘がかなりの部分も占めてきますので、一生懸命やりたいと思います。どうぞごゆっくり見ていってください。じゃあこれから始めたいと思います。よろしくお願いいたします。ガーゼ今入って、
両方完成でございます。皆様お疲れ様でございました。まあ、あのだいぶあの聖地いっぱいになったと思います。後から皆さん上がってきて、こう植物とちょっと戯れてください。多分楽しくなると思います。どうもありがとうございました。直弘先生いかがでした？ちょっとなかなかこう、思い通りにいかないこともあったりするんですけども、まあ、でもそのやってる時間自体はあのすごく楽しかったので、すごく勉強になりました。ありがとうございます。はい、お疲れ様でございました。